こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も日中戦争の続きを解説していくよ。前回は上徳殲滅作戦を解説していたな。そうだね。今回はいよいよ大陸打通作戦を解説していくよ。久々に聞いたことのある作戦名ね。前回までの流れは再生リスト、中国戦線でまとめているから、よかったらそちらも見てね。よろしくね。毎回前置きしているけど、今回も解説するのは、あくまで一説であり、諸説ある場面もあったりする点も、あるので、すべて鵜呑みにせず、気になった人は調べてみてほしいよ。では解説していくよ。1943年11月25日、上徳殲滅作戦の最中に日本領台湾にある新築航空基地が、空襲されたよ。これは中国厚生省推薦飛行場を発進した B-25 爆撃機14機、P-51 戦闘機と P-38 戦闘機合計16機によるものであったよ。完全な白昼の奇襲を受けた飛行場は、連合国軍機の蹂躙するままになり、地上で12機が炎上、大破2機、中小破26機を数え、45名の死傷者を出したよ。慌てて揚撃に上がった練習航空隊の戦闘機2機と、在空の陸航2機も撃墜されたよ。これは1942年4月にあったブーリトル空襲以来の対日初空襲であったよ。この衝撃は凄まじく、大本営陸軍部は、この新たな事態の動向を注視したよ。特に、近く投入が予想されていたアメリカの新型爆撃機 B-29 が出現すれば、これまで日本軍が制圧していない中国南西部からでも日本本土が爆撃可能になるのではないかと予想されたよ。日本軍は、速やかに支那方面の航空作戦を強化するため、関東軍令下の第12飛行団を派遣し、支那派遣軍総司令官の指揮下に入れたよ。当時、支那派遣軍に属する第3飛行師団は、逐次増大する在市米空軍に対して、連続した航空作戦を実施していたよ。ここに、第12飛行団を加えて、12月10日から年末にわたって、推薦基地の、米航空兵力の撃破を図ったよ。しかし、著しい成果が上がることはあまりなく、中国南東部の制空権は、次第に連合国側に傾いていったよ。当時の在市米航空兵力の総数は、1943年11月中旬時点で、戦闘機160、爆撃機70機内外にして内戦闘機100機、爆撃機20機内外は競輪及びその伊東の地区にあり、とされたよ。制空権を取られてしまうと戦争がかなりありにくくなってしまうわね。さらに中国に展開する米航空兵力の活動は、東シナ海を航行する船舶にも及んだよ。これは潜水艦によるものと見られていたけれども、一部は中国の米航空兵力によるものとも考えられたよ。これは東南アジアから石油などを海路で輸送する日本にとっては、戦争遂行上重大な問題であったよ。もともと石油を手に入れるために南進論を進めたものね。その石油が断たれたら戦争どころか国内産業も回せないわ。こうした状況の中、1943年11月初頭、杉山元参謀総長は参謀本部作戦課長の、服部卓四郎大佐に対して、こう述べたよ。中国大陸の米空軍を制圧することは困難のようで、東シナ海で船舶が、相次いで撃沈されており、その基地は、中国東南部のようである、越韓鉄道を、華中、華南から打通して、中国東南部を米空軍が使用し得ないように、できないものだろうか。服部大佐は、すでに設定された、絶対国防圏、構想に絡めて、次のように考えていたよ。絶対国防圏確保の構想に基づいて、全般戦局の指導は着々進んでいるが、日本としてはいつかは攻勢に出て決戦する必要がある。攻勢を取り得るのは、各種の観点から昭和21年頃となるであろう。その頃一大攻勢に出るためには、東は極力当初の戦で一応敵の侵攻を打ち止め、西は支那大陸を打通確保して、南方に対する交通を確保する体制を作って、おかねばならない。この要素値が確立されて、初めて当時の情勢に応じて、大攻勢を取ることができるのである。北、中、南支分居の中国戦線を打通連絡し、さらに仏印に連鉄することは、極めて大きな作戦ではあるが、その地域に米空軍の基地も、所在する現状より考え合わせ、昭和19年中にぜひとも実現しなければならない。この考え方は大本営の全般作戦指導とも関連する問題であったので、大本営作戦部は急いでその検討を開始したよ。こうして戦局の要請からの在市米空軍の基地覆滅と大陸回廊攻勢の打通作戦の構想は、中国大陸における新しい積極進攻作戦として登場したよ。新築空襲の3日後、1943年11月28日、支那派遣軍第1課高級参謀天野大佐が、
作戦連絡のため、上京した時に参謀本部第一部長真田丈一郎少将から次の、洋梨市作戦を検討するように命じられたよ。昭和19年6月上旬、武漢地区から8個師団、関東地区から2個師団、仏印から2個師団を持って攻勢を開始する。そして、越関、小京葉鉄道を打通して、武漢地区から南品へ。ついでは紅葉付近から西南品を経て北部仏印に貫通して、地上連絡回廊を完成する。作戦期間は約4ヶ月とし、航空協力は2個師団とする。この作戦の目的は、越関、小京及び南部京関線を打通して、南方県との鉄道連絡を図るとともに、鉄道沿線領域所在の敵飛行基地を含滅して、在品米軍の本土空襲を阻止することにある。なお右敵飛行基地の含滅には、東南品の基地を含め、それによって、東品海を航行する我が船舶に対する活動を風刺する。一応補足すると、先ほどから出ている、越関線は、武漢と広州を、小京線は広陽から当時は優秀まで敷設されていた鉄道路線になるよ。京関線は日中戦争初期の動画でもちょっと言及しているけど、当時は北京から観光に向かって伸びていた鉄道になるよ。かなり具体的なことまで言及しているわね。ただ飛行場を叩いて本土防空を安定させるためだけなら、わざわざ鉄道沿線を制圧して大陸に回廊を作ることもないんじゃない？この真田少将からの連絡に先立ち、天野大佐は服部作戦課長から、次のように説明されていたよ。太平洋方面で米軍の圧迫を受けるので、どうしても品大陸を確保して、南方との連絡を考えねばならなくなった。海正面で万一の事態が起こった時、南方にある50万の軍隊を見殺しにはできないのである。先ほどもちらっと解説したけど、日本は戦争遂行に必要な資源を、輸送するため、日本本土から多くのタンカーや商船を派遣していたよ。開戦当初は順調に戦略物資を日本本土へ輸送していたけど、1943年以後、米軍の潜水艦が大幅に増強され、船舶が次々と、撃沈されることで、この輸送がうまくいかなくなってきていたんだ。また、逆に南方各地に展開する日本軍部隊への、補充や増援も徐々におぼつかなくなっていったよ。つまり、海上交通がダメになってしまっても、大陸経由の交通路を確保したいということね。そういうことになるわね。結局まとめると、この作戦構想は、米軍の航空基地を潰して本土防空を図る、南方との連絡線を作る、中国軍を叩く、の3要素が、合わさったものになるのね。以上のことを踏まえて、品派遣軍で立案された計画が、大陸縦貫鉄道作戦、と呼ばれるものであったよ。この作戦は大きく2つに分けられていて、それらは、小京作戦、と、京関作戦、と呼称されたよ。小京作戦は3期に分けられていたよ。第1期作戦は、1944年6月初頭より5個師団を機関とする第11軍が、同抵湖西側地区より、3個師団を機関とする第13軍が学習地区より攻撃を開始し、中国第6、第9戦区軍主力を撃破して広陽付近以北の越関線領域を、攻略するというものであったよ。第2期作戦は9月初頭から第11軍をもって広陽付近から、2個師団を機関とする。第23軍をもって関東西方地区より、2個師団を機関とする、インドシナ駐屯軍をもって北部仏印より攻撃を開始し、中国第4戦区軍を撃破して桂林及び優秀を攻略する。第3期作戦は、12月に第11軍をもって広陽付近より、第23軍をもって関東北方地区より攻勢を開始して、中国第7戦区軍を撃滅して南部越関線領域を攻略する。京関作戦は、小京作戦の第1期作戦実施後の1944年7月初めより、3個師団と1個戦車師団を機関とする第12軍をもって、攻勢を開始して、第1戦区軍を撃破して南部京関線領域を攻略する、というものであったよ。本当に中国大陸の広い範囲を作戦地域としているのね。なおこの作戦は総称を1号作戦、京関作戦を5号作戦、小京作戦を、と号作戦、と呼称することとされたよ。この品派遣軍の提出した作戦計画は、1943年12月下旬、大本営陸軍部で行われた、5号兵器、演習で取り上げられたよ。5号兵器は1944年から1946年にかけての陸軍の全体的な作戦を、研究、検討する図上演習であったよ。年が明けて1944年1月4日、品派遣軍は1号作戦計画対抗案を策定。この案には、前述の大陸縦貫鉄道作戦と異なる点があったよ。それは京関作戦、つまり5号作戦の作戦日程を、
前倒ししたことだったよ。都合作戦の前に、古合作戦を持ってきているわね。この変更にはどんな意図があるのかしら。その理由は、小計作戦の必要兵力上、河北作戦兵団の二重使用を必要とした点。また、長江潜伏の関係から部隊の武漢集中に警官沿線作戦地区を利用する、陸路集中が必要とされたからだったよ。つまりどういうこと？多数の兵力を必要とする、都合作戦、実施のため、河北より南下する兵力が必要であるという点が一つ。もう一つはこれまで武漢地区長江の水運を利用して、補給や増援を行っていたけど、作戦実施の部隊集中と、必要な物資の大規模輸送のため、警官鉄道が必要とされたということだよ。鉄道を確保して武漢にたくさんの兵と物資を運び込みたいということね。古豪兵義の主務者、服部大沢首相、軍需省を、兼任する陸軍大臣、東条秀樹大将に1号作戦を説明し同意を得ようとしたよ。1号作戦の目的として敵航空基地の覆滅、大陸回廊の形成、国民政府軍撃破など、諸目的が列挙されていたことに対して東条陸将は、真の究極目的は何か、作戦目的は単純明瞭なことが必要である、と正したよ。確かに作戦目的を統一することは重要なことだと思うわ。結果、この、1号作戦、の目的は、敵航空基地の覆滅一本に絞ることとされたよ。しかしながら、その実施要領については、陸軍中央は1月下旬の発令時まで、ほとんど従来研究のまま変更を加えることはなかったよ。つまり大陸脱の構想は残ったままってこと。太平洋方面が連合国軍に圧迫されている現在、中国大陸に連絡回廊を構成して、南方との交通を確保する必要性は、戦局と資材事情から困難であったとしても、失われることはなかったよ。1944年1月24日、杉山参謀総長は、真田部長と共に1号作戦、実施に、ついて上奏し再開を仰いだよ。参謀総長は、西南中国の領域にある敵飛行場群を覆滅して、本土及び、東シナ海の防護安全を期するのが第一の目的である。副目的として、大陸を脱して今後も視界上において南方との交通が遮断されても、大陸経由で南方物資を輸送し戦力化することを期待している。これにより、大戦争の今後が好転する算がある、などと述べたよ。また、副産物として攻略地域の資源特に丹部支店の取得についても、復元し、その説明として、この作戦の必要性、及び作戦実行のために、物動計画に影響を及ぼさせぬよう慎重に計画したことを述べたよ。最後に本作戦実施にあたって、必要な兵力、装備、資材は関東軍から、所要のものを転用充足する、と述べ、その際関東軍については、昭和19年は問題も起こることはないであろうし、起こしてはならぬと、考えている旨を述べ、万一ソ連の態度が変わることがあれば、作戦準備中であると作戦遂行中であるとを問わず、直ちに応急の体制を、講じうる旨を上奏したよ。東条大臣が忠告したのに結局大陸脱構想が残ってしまったのね。こうして、1号作戦は正式に固くされたよ。こうして参加作戦兵力51万人、馬術10万頭、火砲戦551門、戦車794両、自動車1万5550両を投入した日本陸軍史上最大の作戦が今、始まろうとしていたよ。今回はこの辺りで終わりにしようと思うよ。続きは次回以降解説していくよ。よろしくね。ご視聴ありがとうございました。